おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく手間のかかる女だ。捕まえ。またあの夢を見た。抗いようのない苦痛と悲しみが襲う夢。私は何か大切なことを忘れている気がしていた。折れてしまった剣を見るたび、魔王との壮絶な戦いを思い出す。ヨナという少女を救ったあの日から3年、私はやるべきことを成し遂げたはず。なぜ私は泣いていたのか。あれから3年経った今も、あの日の疑問に答えを出せずにいた。嫌な夢を見た。クソ。魔物を殺しに行くか。エミール。ヨナを助けるまでにたくさんの魔物を殺した。だが魔物は悪い奴ばかりではなかった気がする。どうして私はそのことを知っているんだろう。
目障りな奴らだ。片付けてやる。魔物が増えているな。ヨナの村の方も見ておくか。離れろ、死ね。おい、あんた、危ないぞ。自分の心配だけしていろ。ありがとう、助かったよ。ここらは魔物が増えていて危ない。帰れ。そうしたいが、仕事があってね。神話の森の住民と連絡がつかないんだ。誰かが様子を見に行かないと。その様子じゃ無理だろ。私が見てきてやる。え、本当か？助かるよ。そうだ、これよかったら使ってくれ。俺はここで待たせてもらうから、すまんがよろしく頼む。
おい、誰かいないか。カイドンはなぜこいつらが殺したのか。まだいるのか。次から次へと。なんでこんなところから機械ども。なんだここは。木の中にこんな場所が。ようこそ人類の海へ。ようこそ財閥の墓場へ。なんだ。君はレプリカント。作られた存在。誰だ。どこにいる。落ち着いて。急がないで。すぐに会える。君の悪い奴らだ。わけのわからないこと。もちろん君の情報も観測されている。君はゲシュタルト計画を阻んだ。オリジナルゲシュタルトを殺したせいで行き場を失ったゲシュタルトたちが暴走。大勢のレプリカントが犠牲になっている。さっさと顔を見せろ。急がなくてももうすぐ会える。Thank you.
やあ、よく来てくれたね。やあ、よくも来てくれたな。私たちの子供。私はこんなにヤワじゃないぞ。君のコピーをいくら破壊しても無駄だ。破壊されても分解し再構成するから。まだまだ楽しめるね。いよいよ終わりだね。うるせえんだよ。バラバラに解体して潰してやる。
それが。カイネさん、大丈夫ですか？エミル。はい。とりあえず。何よりです。あの魔法陣に強い魔力を感じます。エネルギーの元になっているようです。あれを壊せばカイネさんたちも消えるはずです。分かった。僕が魔法陣を壊すのです。カイネさんはカイネさんたちを壊してください。今のカイネさんを壊すっていうのは本物のカイネさんのことじゃなくて。分かってる。集中しろ。人類に作られた魔法兵器、欲望を魔力を吸収し人類の限界を超えた存在。誰なんですかあの人たちは。犬のクソだ。覚えがある。他にも誰かが一緒に戦っていた記憶が。特殊な自傷信号を観測。彼女に得意な兆候を確認。興味深い。本当に彼女は興味深い。失ったものはこの先にある。君が取り戻す最後の希望が。ですか。エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった？どこにいたんだ？それになんで腕が4本もあるんだ？カイネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。分かってる。心配したんだぞ。カイネさん、でもまた会えました。ああ、そうだな。別のことを忘れてるような気がするんです。エミールもか。カイネさんも。ああ、
なんだか知らないが、頭の中にモヤみたいなものがかかってて。僕は誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。はい。先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんもですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、この場所は魔王の城。カイネさん、奥に強い魔力を感じます。この場所は特別な場所。あなたにとっても世界にとっても。死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるよ。これは君たちの記憶。何度も繰り返し。アイネがいたからここまで来れたんだ。これは触りなんだよ。口を閉じたろ。なんだここは。エミール、ここは君の記憶。ここは君の記録。ここは君の世界。
なんだこれは。君の奥底にある甘い記憶、閉じられていた苦い記憶。魔物。ゲシュタルト化された人間の魂。これは記憶によって再現されたデータ。君が殺してきたこの者の人類。話すことはわけがわからないんだよ。この腐れる。趣味なことしやがって。君はさまざまな声を聞いた。恐怖、さらに激高、孤独、それらには意味がある。君の記憶の一番深い場所。君が閉じ込めていた記憶。これが君の最悪の記憶。
なクソ悪いもの見せやがって殺す。私はお前らなんかに。
おい。おい、聞こえているか？あやつを取り戻すのだろう。まったく、手間のかかる女だ。共に旅をした仲間であろう。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。まだ思い出せるか？思い出に浸っている暇はないぞ。あいつ取り戻す。我の魔法で奴を破壊するのだ。魔法の使い方はわかるな。派手にやってやれ。言われなくてもクソのにしてやるよ。我の力を使え、魔法で叩き落とすのだ。よし、叩き込んでやれ。ぶっ潰す。次は仕留めるぞ。なあシロ。どうした？ありがとう。悪いものでも食べたのか？ぶっ飛ばすぞ、クソ吹きガム。そのうち調子だ。やろうとしていることは知るか。私はもう決めたんだ。そうか。また幻覚に惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる。もう迷わない。
レプリカントの可能性。うるさいうるさいうるさい、私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に絶対に絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えて勝手に消えてどういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい。この腐る野郎。あとは頼んだぞ、下着女。私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だ。
みんないる？おるぞ。います。ああ。では。プレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、本当に、本当に、ありがとうございます。あ、ヨナ、寝てないとダメじゃないか。大きい方のお兄ちゃん。ごめんね。でも、これで本当に最後だから。そうよ。多めに見てあげて。可愛い妹の頼みだぞ、お兄ちゃん。ポポルさんにデボルさんも来ちゃったの？なんか面白そうだな、カイネ。誰？キューラン、話がややこしくなる。引っ込んでろ。このままでは長くなる。さっさと終わらせよ。はあ、終わっちゃうってなると、寂しいですね。でも、いつかは言わないと。それに、きっとまた会えるよ。本当ですか？腹が減ってきた。そろそろ終われ。では改めて、プレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、せーの、本当に本当にありがとうございました。Thank you.